上田東一は、日本の政治家、実業家。岩手県花巻市長。岩手県花巻市湯口出身。1977年3月、東京大学法学部卒業。三井物産に就職し、計10年間、ニューヨークとロサンゼルスに勤務した。2003年、ゼネラルエレクトリックの金融事業系の会社に転職。2005年、岩手県花巻市へ戻り。 廃棄物処理会社の代表取締役に就任した。2014年1月26日に行われた、花巻市長選挙に、自民党花巻市支部と社民党花巻総支部の支持と、共産党市議の支援を受けて、立候補。現職の大石光夫との一騎打ちを制し、初当選した。投票率は63.25%。2月5日、市長就任。2018年、 無投票により再選。2020年1月29日、JR 東日本所有の花巻駅東口の土地を賃貸借し、図書館と賃貸住宅、テナントからなる複合施設や周辺に広場、立体駐車場を整備するという事業構造を発表した。同年2月28日、市議会定例会に同事業を盛り込んだ当初予算案を提出。 市議の多くは図書館建設自体には反対していなかったが特定目的会社を設立して行う整備手法や50年間の定期借地契約の締結について疑問視した。定例会の一般質問で市議13人のうち5人が図書館問題を取り上げ、うち4人が反対や会議的立場で正した。同年3月11日、 上田は一般会計予算案を撤回。整備関連経費の一部を削除して予算案を提案し直すという異例の展開となった。ありがとうございます。